あ、食べ物それも焼肉ですよ焼肉だそうです。四国の時はなかなかそういうのをいける、まあ、機会もなければ金額的なものもなかったので、好きなものを食べれるっていうのは名古屋に来て強く思いましたね。そうですか、やはり焼肉ですね。そうですね、やっぱり、はい、あとお一人ぐらい。あ、じゃあ前の女性の方。契約更改の時にルパンの格好をされたと思うんですけど、どちらの格好ですね。ああ、どうなんですかね。まあ、今日は今日一日で限れば所長ですよ、やっぱり。でもやっぱり普段はそのツイッターでもルパンの画像をぐらいしてるので、そこに関しては先輩からいただいたあだ名ですので、それは大切にしたいなと思いますけど、今日はこれが一番好きです。どちらがお好きですか。今日が素敵だということでした。よかった。はい、一日警察署長になっていただいて、はい、こちらもとてもありがとうございました。よかったです。はい、では今日はこのトークショーはこの辺りで終わらせていただきます。はい、ではこの後アニズイズこのままでお知らせします。